はいどうもこんにちは、かさにまる理系担当弁当です。学部選びのバイブルということで、今回理系学部やってまいりましょう。理系学部の一覧ということで、文学部、法学部、経済学部、商学部、これ全然ちゃうわ。これちゃうわ。ちゃうこと言ってるわ。これ文系やな。はい、これ無視してくださいということで、前回文系やらさせていただいたんですけど、まず就活についてまとめていきます。学部卒。大学4年で卒業するんだったら文系就職と同じなので、前回の動画見てください。で、大学院進学をしてこそ、専門的な知識が活かせる職種にチャレンジできるというふうに思ってください。はい。なので、情報科学部、情報系だったら、ちょっと、そうとも限らないです。別に大学院に進学しなくても、プログラミングスキルとか使えるので、そうとも限らないです。で、なんですけど、基本的には大学院進学をしてこそ、専門職に就けるよっていうふうに考えておいてください。で、学びの内容なんですけど、適学診断っていうのをやっていただいてですね、ネットで適学診断というふうに調べたら出てきます。で、それで実際に YouTube の該当する学部の授業、大学はどこでもいいです。早稲田大学とか京都大学とか出てくると思うんですけど、そういうのを、聴講してみてください。はい。で、実際に、その授業の内容が面白いかっていうのでチェックしてみましょう。で、そしたら、勉強したいこと。それから勉強してやってもいいこと。どっちかが見つかってきますので、そういうのでちょっと選んでみてください。なので、イメージだけで数学科とか、イメージだけで物理学科とかはもう絶対なしです。はい。数学が得意だな、数学が好きだな、じゃあ数学科に行っとこうか。そういうのは絶対なしです。はい。やってること全然違いますから。はい。あと、物理が好きだなというので、物理学科というのもなしです。いいですね。はい。で、じゃあ大学院進学についてちょっと述べますと、就職のための大学院進学ってどうなんですかっていうふうに言われるんですけど、理系なら、効果的だと思います。文系ならほぼいらないです。で、モラトリアムの教授のためでも、大学院進学 OK です。で、最初から大学院進学を希望する人ももちろんいると思いますけれども、文系就職、大学4年で卒業する人の学部の就職活動ってのも、チャレンジしておきましょう。早めからやってそんなことはないです。はい、自己分析とか、企業分析、業界分析、ね、エントリーシートの対策とか、面接の対策とか、早めからやっておかないと、やっぱりね、センスのない人は、頓挫してしまいますので、早めからやっておきましょう。はい。じゃあまずやってまいりましょう。理学部ですね。キャリアフローとしては研究機関、製薬企業、化学素材業界、教員などが挙げられます。で、単位の取得困難度は難しいです。向いている学生の特徴としては、数学や物理学、科学に興味があり、実験や解析が好きな人ってことで、実験好きな人が割と向いてるかなっていうふうに思ったりします。特に科学生物とかやったらね、数学物理はめっちゃ実験するかって言われるとそんなでもないんですけど。はい。で、工学部。それからね、理学部は、あんまり就職強くないです。科学とか生物とかやと、専門職があったりするのと、あと数学もね、なんか保険企業、保険とかやったら、なんか、数学科の人って、なんか有利らしいんですけど、正直、数学とか物理学専攻の人はそんなに就職有利じゃないです。なので、よっぽど好きな人じゃないと、行っちゃいけない学部やなっていうふうには思ったりします。で、科学とか生物も、まあ、有利っちゃ有利ですけど、好きな人が行く学部って考えた方がいいと思います。はい。で、工学部。工学部はむしろ、勉強嫌いな人も全然います。工学部の中に。で、就職がかなり有利です。工学部は。はい。で、キャリアフローとしては製造業、自動車産業、エネルギー業界、建設業界、研究開発教員。教員はあんまおらんかな。どっちかというと理学部の方が、就職の幅が狭まるんで、じゃあ教員にしようか、っていうので教員になる人が多いです。工学部は、民間企業とか、他の公務員の、職種とかが結構充実してるんで、なかなか教員にそこからなろうっていう風になる人が少ないです、正直ね。はい。で、単位の取得の困難度は難しいって感じで、技術開発や設計に興味があり、問題解決能力が高い人ってことなんですけど、体力があって、勉強がそれなりにできてっていう人だったら全員向いてると思います、工学部は。はい。なので技術開発とか設計にそこまで興味なくてもいいんじゃないかなっていうふうに思ったりしますけど、やっぱり就職先が技術開発とか設計っていうのが、設計って結構建設っていうのが効いてきてますけど、そう。技術開発、研究っていうのが、やっぱそのまま職業につながっちゃったりするんで、そういうのがめっちゃ興味ないとか、理科の実験とかマジで嫌いみたいな人はあんまおすすめしないです。はい。僕弁当自体は理科の実験とか全然好きじゃなかったんで、行かなくてよかったなっていうふうに思ったりしてますけど、就職有利なんで、ちょっと腹をくぐってっていうのでも別にいいとは思います。はい。で、農学部もまあまあ就職有利だと思います。はい。農業関連企業、食品業界、環境関連企業、研究機関、教員などってことで、まあ、食品業界やっぱ目指す人が多いですね。で、タイの取得困難でやや難しいってことで、まあ、ゴリゴリ数学やるかって言われるとそこまででもないのが農学部になってきます。むしろなんか、細胞科学とかなんかそういう生物ですね。物理で入っていても生物とかの授業があったりするんで、そこの単位の取得困難度は高いです。はい。なんですけど、理学部とか工学部とかに比べると若干緩めかなっていうふうには思ったりもします。はい。で、まあ、農業とか食品科学、環境問題に興味があって、実験はフィールドワークが好きな人ってことで、フィールドワーク好きな人、これはまあ、ポイントでしょうね。ただまあ、フィールドワーク好きじゃない人も、研究室選びの段階でフィールドワークやらないような研究室に行けば全く問題なかったりするのと、あと食品とか全く興味ないですっていう人はやめた方がいいと思いますね。やっぱ食品に行く人が多いかなっていうふうに思ったりします。はい。で、実験。まあ、実験もそうですね。やっぱ工学部と同様にやっぱ実験多いので、卒業研究の時に。はい。なので、まあ、実験が本当にヘドが出るほど嫌いだっていう人は、なかなか向かないなっていうふうに思いますけど、まあ、やっぱり工学部よりは若干緩めだけど、就職が強いっていうのが、まあ、強いところかなっていうふうにも思いますし、あとは生物でもいける。物理選択じゃなくて生物選択でもいけるっていうのは、利点だと思います。で、医学部。はい。このラインナップで4番目医学部っていうのはちょっとよくわかんないですけど、はい。医師、研究機関、製薬企業、教員ってことで、教員になる人おるんかな？僕あんま聞いたことないですけどね。うん。で、単位の取得困難は非常に難しいです。もう平気で単位を落としますからね。はい。で、まあ人の健康とか病気に興味があって忍耐力がコミュニケーション能力が高い人ってことになってきます。で、グロテスクなものに耐性がない人、どうなのかっていう話なんですけど、正直やってったら、もうこれは仕事だ、これは勉強だっていう風に割り切って、全然グロテスクダメなんや、なんかその、日常生活ではグロテスクな画像とか全然見れないんだけど、医学ってことになったら全然平気になるみたいな、ケースはよく聞きます。はい。って感じかな。で、薬学部。薬剤師、製薬企業、研究機関、教員ってことで、まあ、教員おらんやろ？薬学部おるんかな？あんま聞かんすけどね。で、単位の取得困難度は難しいです。はい。工学部よりも難しいかなっていうイメージですね。で、医薬品や科学に興味があって実験や解析が好きな人って感じですね。もうこれもそのままです。実験が好きな人。まあ、実験、解析かな。解析が好きな人もでしょうね。で、あとやっぱ科学とか生物系の授業が多くなってくるので、そういうのが好きな人はおすすめかなっていうふうに思います。で、情報科学部。情報科学部は工学部の中でも、大学卒、4年で卒業っていうのでも割と、そうやな、就職の幅が広かったりするんで、IT 企業、システム開発、データ解析、研究機関、教員おるかな。でも最近やったらね、情報の先生とか、募集してたりするんで、教員もこれからは増えてくるかなというふうに思います。で、まあ、そうやな、工学部と同様に就職は有利なので、はい、今の時代ですし、就職が有利です。で、なおかつ、工学部とか、薬学部とかよりも単位の取得困難度が優しめです。はい、やや難しいですけど、プログラミングとかパソコン触るのとかがそんなに嫌いじゃなければ、全然、めっちゃしんどいっていうこともないのかなというふうに、もちろん、卒論のシーズンとか、レポートはしんどいね。うん。そう。なんか、課題がしんどいイメージは若干ありますけど、なんか工学部の建築とか、薬学部とかと比べると、まだマシなんじゃないかなっていうふうに思ったりします。なのでまあ、農学部と同じぐらいの、カロリーかなっていうふうに、まあ僕のイメージですけど、思ったりします。で、コンピューターやプログラミングに興味がある人ですね。論理的思考とか問題解決能力に関しては、これはもう鍛えていくしかないんで、あればあるほどいいんですけど、大前提、パソコン作業が嫌いな、まあ、吹きの塔みたいな人間は、まあ、あんま行かない方がいいです。はい。はい。で、7番、海洋学部ってことで、これ結構、マニアックな学部ですけど、はい、海洋関連企業、研究機関、教員、政府機関ってことで、単位の取得困難度やや難しいです。で、まあ、なんで、やっぱ海の生物とかに興味がある人はやっぱ海洋学部だなっていうふうに思うので、それにつきます。はい。で、フィールドワークや実験が好きな人ってことで、まあ、外に出向いて、実験する、水質調査とか、そういうのが、なんか、苦じゃない人がおすすめかなっていうふうに思います。なのでまあ、とにかく海洋環境に興味がある人が行く学部かなっていうふうに思います。なので、海にそんなに興味がないけど、なんか農学部と併願しとくかみたいなノリやったらあんまおすすめせんかな。まあ、いいんですけど、だったら他の大学の農学部とか、広島大学だったら生物生産学部とか、そういうのに行った方がいいかなっていうふうに思ったりします。はい。で、まとめとしては YouTube なので見本の講義を見ましょうと。で、学部選びはとにかく慎重にやってください。特に文系はね、まだいいんですけど、理系の人は単位取るのがむずいんですよ。文系よりもはるかに。なんで、そう、好きでもない、なんなら嫌いな学問分野を4年間も勉強するっていうのは結構苦痛です。そうなってくると大学卒業できません。高卒になっちゃいましたってことになって受験勉強の結果が台無しになっちゃいます。なんで、せっかく受験勉強するんだったら、大学4年間でしっかり卒業できる大学を選んでほしい。学部を選んでほしい。はい。なので慎重にやりましょう。で、この動画だけだと情報不足感が否めないので、他にもいろんなサイトとか、で、研究してってください。で、大学院進学率は割と高めかなっていうふうに思ったりします。それじゃあ終わりましょう。